皆さんこんにちは、ウェストコースブルーイングのデリックです、今日もビールを紹介したいと思います。今日紹介しますのはこちら、ホップ&スケープという 5.5% のホッピーピルスナーでございます。早速ですがビールをテイスティングしながら解説していきたいと思います。よろしくお願いします。先に色ですね。ちょっと濁った黄色ですね。まあホップ大量に入れてるんでこうなっちゃうんですよね。香りいきたいと思います。ああでもすごいアロマがあるんですけど、みかんのあれ果肉っていうのかなのような香りがすごく強くて美味しそう。では味いきたいと思います。フルーツのちょっとボキャブラリーが足りないかもしれないですけど、なんかこう本当柑橘系の果物を皮ごと食べちゃったような感じで、すごくフレーバーが爆発してて、ホップ感満載ですね。すごく美味しいです。で苦味も柑橘の苦味がですね、すごい後に行く感じが、もう IPA かっていうような感じでもあるんですけど、まあでもそれでもしっかりラガー感もあるので、すごく飲み口が軽くて飲みやすいです。ぜひ皆さんもトライしていただきたいと思います。よろしくお願いします。